いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでヒーローさんですね。はい、ポップ戦を2つですね。ポップ戦ピピックです。はい、よろしくお願いします。で、発送は明日になります。山本さん、先ほど収穫切れてしまいましたので。よいしょ。でもちょっと、さすがに12月入ってきたということで、発送が非常に多くて。よいしょ。はい、まずは、一番上、青のですね。ジェイミー・ケネディさん、うん、何出てんだろう、ちょっと後で調べてみよう。あ、これはカットシグネチャーリーチですよ。ちょっと分厚いね。25シリ、はい。で、2枚目もサインかな。あ、コリンさん、コリンさんも結構ポップ戦は解禁賞じゃないですか多分、うん、大丈夫でございますよ、うん、丁寧に書いてますね。20、通常で27だ、少ないですね。1番、はい、綺麗に書いてますね。で、メモラデュアルだ、よいしょ。コートニー・コックスとマッシュ・ペリーですね。3シリですね。パープル3の1、で、まあカットシグネチャーだと思います。ちょっと向きわかんないな。まあいいや。ここでいいか。せーの。当たってた。あ、テイラー・スウィフト。おー。今日レンチャン。テイラー・スウィフトレンチャンっす。もうこんなの何本レンチャンしたっていいですからね、うん。はい。テイラー・スウィフト来ました。うん。はい。よかったよかった。まあいっぱいあるわけじゃないですよ。ポップセンチュリー自体がその生産数少ないですから。はい、2箱目です。1箱目、いいですね。テイラースウィフトさんですよ。あ、ちょっとずれてるな。一番下がずれてる。はい、カップ開けです。じゃあまずはケビン・コノリーですね。はい、オレンジは少ないですね。5だ、5の1。これが赤だと3とか2になるね。はい、2枚目。あ、ジェームス・カーン2番目なの。この間もうなん、え、この間1番目と4番目、2番目と4番目かな。はい、いや全然当たりですよ。カタログもここにいるじゃないですか。オートレリックのやつ。全然当たりですよ。もう全然ありですよ。ねえ、これ外れてね、言われちゃうとね、ちょっと何言ってかわかんないですっていう。ちょっと富澤入っちゃいますよ、店長。はい。いや、全然いいですよ。この位置から出るんだな。どうなんだろう。で、お、メモラ柄だ。誰だ。はい、ベースさんとジェームス・カーンだ。あ、このなんだろう、海外ドラマのあれつながりかな。これこのコートじゃないの、ひょっとしたら。このジャケットじゃないの、メモラ。ほら、なんかそれっぽくない。これ写真撮らせてくださいっつって写真撮りに行って、ジャケット買い取りてますよっつって。そんな感じでもなくはないよね。ね、いや、コンさん全然当たる。で、4番目がありますんで、せーの。あー、どうなんだろう。初めて見ました、キムさん。初めて見ました。少ないかな。あ、アイスで25だ。やっぱりジェームス・カーンさんがなんかいろんなところから出るねっていう。これほんと下じゃないのっていう。したじゃん。まあ別にいいんですけどね。リーフさんそういう遊び心がいいんで。でもキムさんも初めて見たかな。月曜出たかな。いや、どうだったかな。ね。うん。なんかカップルっぽいです。はい。ってことで、
いや多分カーンさんだよね、多分そうだと思います。ただいろんなとこから出てくるよねっていう、はい、今日もありましたよ、ミリボビーブラウンが一番上に入ってましたはい、ということでまあ当たりかなと、はい、いうところはね、全然ありですね、テイラー・スウィフトと、うん、いや面白いっすよこれ、やばいっす。はい、じゃあ僕がいきます。2アコなんで2回戦ですね。参加をします。1、2、3、ノーハンドですね、フラッシュ欲しいけど、はい、2箱目分1、2、3ノーハンドですね、うん、いややっぱり月曜日ね PB してね再入荷させようかなと思いました。まあ誤差1000円ぐらいだったら入れようかなと思ってます。はい、まあ入れられなくはないから、はい、なのでちょっと社長頼もうかなって。いや面白いもんねこれね。はい、ということで、明日発送、木曜日発送になりますんで、お受け取りは金曜日ですね、最短で。よろしくお願いします。ありがとうございました。